持ち入れ禁止の理由。有刺鉄線があって、まあ、入りにくいんで段ボールを使って痛くないようにしてよじ登って入った。ちょっとなんかお供え物みたいなのが置いてある祠みたいなのが出てきたんです。その瞬間にパッって音なくなったんです。呪い、オーグ、ポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったぞっとする話。こんにちは。こんにちは。なんとこの動画、はい、はい、続行です。ぬるっと始まりすぎなんじゃん、マジで。いや、めっちゃ楽しみにしてました、僕は。ちょっと頻度増やさないとなということで、はい、お願いがありまして、最初に最近ちょっと切り抜き出しちゃってくださいみたいな感じで言ってるんですけども、ちょっともっとガンガン、うん、TikTok に切り抜き載せちゃってください。いやー、お願いします、はい、お願いします、お願いします。まあ、基本的にマイナスのやつじゃなければ何でも大丈夫なんで、うん、怖いとこだけ乗っけるとか、おもろいとこだけ乗っけるとか、うん、はい、していただいて、バズらせてくれたものとかあったらなんか Twitter とか連絡いただければ対応しますんで。おー、はい、切り抜きよろしくお願いします。いや、お願いします、お願いします。 YouTube も基本的には大丈夫ですから、うん、はい、収益化する場合に関しては一旦連絡をくださいという感じ。これ正義までね。あとはメールで続行は結構募集してて、心霊写真とかインスタの DM なんですけど、うん、続行に関してはメールでお願いしてて、心霊現象の報告とかが混ざっててめちゃめちゃ見えにくいんですよ。ああ、見つけにくいんで、心霊現象の報告はコメント欄か Twitter でお願いします。はい、はい、お願いします。ちょっとまとめておいてください、ね、はい、心霊現象の報告はツイッターかコメント、心霊写真とかは DM、 インスタの DM、 そこはメールということで、はい、はい、よりね、頻度を上げるためにも協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、本日はね、久々にちゃんと3つお話があります。おお、いいね、いいね。そこはもう知らない方いないと思うんですけど、一応言っとくと、リスナーさんの体験談、僕の知り合いでの体験談とかを僕はお話ししていくという動画ですね。大人気中の大人気で、ね、そうだね、高評価率で言ったらもうダントツじゃないですか。そうだね、そうだね。なんせノンフィクションですからね、これは。ということで、じゃあ3つお話ししたいだけでは、やさっす、やさっす。それでは一つ目のお話は、夜道での出来事。投稿者の方は動物の専門学校に行ってたみたいで、まあ、その専門学校時代の話なんですけど、その日がなんか動物の飼育の当番だったみたいで、帰りが結構遅くなったと。まあ、田舎なんで、その電気がやっぱあんまない、電灯とかが点々としてるような感じで、まあちょびちょび見にくいっていうか、薄暗い感じの、うん、まあ、夜道を歩いてると、もう後ろからね、ライトが照らされて、何かなって見たら車がいるみたいで、はい、そのライトで照らされて前が見えてる状態、はい、はい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 、ライトの照らされてるんで前を見ていると、10メートル先ぐらいにおじいさんの足元みたいなのが見えたんですって。こんな暗い中おじいさんがいるっていうこと自体が、まあ普通は気持ち悪いんですけど、うん、その町ではその時間で歩いてる老人の方とかいるみたいで、びっくりとかはしなかったと。はいはいはい。とりあえず後ろから車が来てるわけなんで、危ないからもう寄ろうと、端っこ寄って来てるかなみたいな感じで確認したら、もう車がもういなかったんです。へえ。で、まあ普通考えたら曲がったとか、あ、まあ、そういうとこを私考えないと思うんですけど、うん、まあ、なんとその道が一本道。へえ。ということで、消えることはありえない、おかしいなぁと思いつつ、寒かったみたいで、うん、さっさと帰ろうっていう気持ちが勝って、おじさん追い抜いて帰ろうとしたその時ですね、うん、追い抜く時に恐ろしいことに気がついたみたいで、下半身しかなかったらしいんですよ。その瞬間めちゃめちゃテンパったんですけど、さっさと帰らないとっていう、うん、まあ、安心したいっていう一心で5分ぐらいかけてそこから家に帰った、はい、うん、車の明かりで照らされた時から足元しか見えてなかったんで、要はまんま下半身だけがあったっ、あー、なるほどね、まあ、状態だったんですよ、うん、はいはいはい、まあ、その様子をちゃんとお母さんに伝えて、うん、パッっていう質問をお母さんにされた時に、まあ、この方背筋がゾッとしましたと。
どうして下半身だけでおじいさんって分かったの？おー、確かに確かにな。俺、とりあえず弱っ、まあ、間違いないんですよね。そこでゾッとしながらもあまり考えないようにして寝たと。数日経ちまして、リオはもう何も解決してないんですよね。解決はできないんですけど、まあなんとなく理由が分かった気がしました。その通りにある家で徹夜が行われていましたよと。はいというお話です。なるほどね。来てたのかな。そうだね、多分。そしたらね、あ、それにしても不可解な点多いけどね、うん、多いよね。車は何だったっていう、うん、確かに。結局じゃあその車も車っぽく感じただけで車じゃなかったっていうことなのかな。いや、急にだって消えるわけはないと思う。車以外なくない？そのライト照らされてるの。いろんな幻覚を見せられてるんじゃない。まあそうだね。一発目なんでね、ジャブっぽいやつ。まあ俺からしたらジャブじゃないけど、これがジャブって言えちゃうぐらい残りの2個逆に超えていたんです。なるほどね。二つ目のお話は、みんな見えていた美容師の K さんのお話。はい、K さんが18歳高校卒業したての時ですね、免許取り立てということもあって地元のみんなで心霊スポットに行こうと、はいはいはい、いうことになりまして、どこ行くかって話し合った結果、地元で有名な廃神社に行くのだ。人数が多いっていうのと、 K さんの車が K だったっていうこともあって2台で行くことになったんですね。普通に行きは難なく現地に着きまして、軽く捜索をして、何もないんで罰ゲームとしてじゃんけん負けた人が鳥居かなんかにタッチして戻ってこいみたいな、うん、ああはいはい、ゲームやることになりましたと。じゃんけんをした結果、まあ、K さんではなくて、まあ、友人の A さんが負けたと。約束通り負けた A さんは車から降りて、まあ、奥の神社の鳥居の方に向かっていったと。そっから 1,2 分したタイミングで K さんじゃない方の車に乗ってるメンバーから電話が来たと、はい、電話出ますと、うん、そしたら女性の声を聞こえてるやつがいると。徐々にその声がでかくなってるということで、まあ、危険を感じてやばいんじゃないかってことで電話してきたらしいんですよ。で、一度もうパニックになったみたいで、うん、この場からとりあえずすぐ逃げようっつって、うん、パーって車を出したわけですよ、うん、で数十メートル走った時に、やべえと、 A を忘れてると、そうだ、うん、いうことに気づいて戻ったわけですよ、うん、戻るともうそのミッション罰ゲームですね、うん、を終えた A さんがもういて、焦り散らかしながらこっちを見てると。そういうのやめろって言っただろうみたいな、うんうん、ブチギレ状態だったんで、まあ事情説明したと。事情を理解した瞬間に青ざめたらしいんですよね、その A さんが。様子がおかしいんですけど、それで帰ろうって言うんで、まあそのまま、まあ、とりあえず近くのコンビニに行くかってなって、まあコンビニ走っていったわけですよ、うん、コンビニに向かう途中で反対車線からパトカーが来てるのが見えたんですって、うん、すれ違った瞬間に今度はね、パトカーからそこの軽自動車止まりなさいと、うん、はいはいはい、 K さんたちの車を止められたんですよ。何か悪いことしてるわけじゃないんで普通に止まったんですって、うん、なんで止めたんですかっていう、まあ、話を聞くわけじゃないですか、うん、はいはいはい。そしたら警察官から、まあ、衝撃の一言、うん、ダメだよ車の上に人乗せちゃう。警察官にも霊が見えてるんですよ。えー、もちろん誰もいないので、まあ、事情を説明して、まあ、一応廃神社の方に行きましたという経緯だけ説明したと。そしたら何かを悟ったような顔をして、ああみたいな、気をつけてねみたいな感じで帰ってったみたいで、コンビニに、まあ、着きまして、まあ、何だったんだろうなみたいな、うん、最後の終わり方は結構曖昧だったなっていうか、うん、なんか知ってそうだったよなみたいな話をしてて、うん、K さんだけは尋常じゃなくてクレイジーだそうで、うん、まあ、自分の車ですから、うん、上を見たと、うん、あくっきりと手形に。ガチか。警察もだって普通は信じないよね、車の上に人がいる、うん、でも相当はっきり人に見えたから一応止めたんだろうね、うん、お化けだって鼻から分かってるんだったらいつものかって感じで無視しそうなところ、うん、そうだよね、めちゃめちゃくっきり見えたってことだから、うん、ここが新しいなっていう。警察官がそれで止めてくれてだいぶやばい。いや、やばいやばい、だんだん女の声が近づいてきてんのも、そう、全部繋がる、そうね、繋がるもんね。うわ、なんか鳥肌ちょっと立ったな。ねえ、めっちゃ立った結構立ちましたね、これね。やっと来ましたね。うん、まさかの角度でしょ。
最後だから次えぐいの来んじゃない、マジで。まあそうだね、うん、おかわりちょうだいが見えてるな、うん、いやもうないっすね、ずっとやりたいもんね、ずっとやってない今回初のアンコールありということおかわりタイムないっす、皆さんにお願いするしかないっす、いっぱいお話持ってきてくださいって言うしかないです、皆さんお願いします、お願いします、お願いします、皆さん最後の話、はい、まあ、これが一番怖いんじゃないですかね、うわー、結構リコイもやばかったけどね、立ち入り禁止の理由、ある男子高校生のお話ですね。その高校生は知る人ぞ知る心霊スポットに住んでいるというか、山の中に団地があるらしいんですけど、あ、地元では有名な心霊スポットみたいな、あ、そうなんだ、感じの団地、あ、火遊びをしていて消滅した方がいたりとか、うん、新しく引っ越してくると絶対に気が狂って出て行ってしまうみたいな部屋があったりとか、そんな場所に住んでいる、まあ、方のお話なんですけど、その方が中学生になる頃ですね、よく近所にあるちっちゃい山に行ってたみたいで、うん、20メートルほどのちっちゃい山っていうか、うん、その山で友達としょっちゅう遊んでたらしいんですよね。その山の中に立ち入り禁止って書かれた看板と有刺鉄線で囲まれた柵みたいのがあって、入れない場所みたいのがあったらしいんですよ。気になるみたいで、まあ、親に聞いてみたんですって、うん、親からしてもそのもう生まれた時からあるから何なのかわからないと。で、ある日その家の窓からその山を眺めてると、白装束の男女5名ほどがその中に入っているのが見えたんだって。へえ、ちょっとやばいじゃん、やばいだろ、なんとなくやばそうだなっていう風に感じながら、とりあえず数十分見続けてたと。数十分経ったらやっと出てきたと。で、あまりに気になりすぎて友達に次の日に中に行ってみようよっていう話になったんですって。うん、有刺鉄線があって、まあ、入りにくいんで段ボールを使ってその有刺鉄線を囲ったらしいんですよ。囲って、まあ、痛くないようにしてよじ登って入ったって、入ることに成功した方なんですけど、中にはね普通に苔の生えた石でできた橋みたいなのがあって、うん、それを渡っていくと、そうするとなんかお供え物みたいなのが置いてある祠みたいなのが出てきたんですって。パッと見お酒とか食べ物とかが備えてあって、なんだ普通だなと、うん、思ったんですけど、近づいてってよーく見てみるとやべえものが一緒にお供えされてるみたいで、うん、まあ、まず黒いものが見えてて何なのかなって思ったのが、まあ、明らかに髪の毛の束だったり、うわマジか、見にくいところには首のない日本人形が飾ってあったり、うわ全然やばいわ、やばいなって思ってる時に何を思ったのか、友達がそのお供え物をバーンってぶっ壊したらしいんですよ。どういうこと？その瞬間にパッて音なくなったんですって。え、周りの音が一切なくなったって、え、二人ともその音がなくなったと同時に一切動けなくなったって。とりあえずその隣に友達がいるから目では見れると、うん、そしたらもうその友達も動けてない、はいはいはい、友達も必死に目だけキョロキョロしてるみたいな。入ってきた柵に鈴がなんかくっつけられてるみたいで、うん、遠くからその鈴の音がシャリンって聞こえて、うわどんどん近づいてきたんで、その音が、うん、はいはいはい、もう明らかに歩いてこっちに近づいてきたんで、シャリン、うわシャリン、うわ怖い怖い、明らかにどんどん音が近づいてる、うん、歩いてるテンポなんで、霊感とかは全くなかったらしいんですけど、ある一定のタイミングです、まあ、どんどん近づいてきて、バッて真後ろシャリンって、うん、絶対真後ろにいるってもう分かるらしいんですよ、二人とも、うん、死んだ魚みたいな匂いがしてきて、もう一気に、うわそれを感じたと同時に息を吸う声とかも聞こえてくる、怖い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 、終わったら思った瞬間キーンコーンみたいな、地元でよくある17時のチャイム、ああ、あれが聞こえた瞬間に動けるなと思って一目散にこうダッシュ逃げたわけですね。うん、保護者の方の方が早かったので友達がふとした時に心配になった、うん、ついてきてんのかと、ガンダッシュして、まあ、柵出て、うん、後ろ振り向いた友達が一応ついてきてはいる、うん、ギリギリ、うん、だから明らかに髪の毛ボサボサの男が分かんないものがこう映ってて、後ろにね、友達の後ろにこう明らかに突っ立ってて、でもなんだか友達来てるから、うん、一緒に山を離れるだけでも怖かったんで家まで走った。玄関に着いて、まあ、母を見て、まあ、安心したんですよ。安心した瞬間に母に背中バチン叩かれて家中の塩全部まかれたって、
なんか見えてるのかと話を聞くんですよ。うん、そしたら黒い髪の毛みたいのが絡みついてるよって。うわ、全体に絡みついてるのが見えてる。うん、だからもうやばいと思って全部塩かけて洗濯台で数分その作業を繰り返して、お母さんから消えたよと、後日その友達と話して本当にやばいことをしたんだなと、ということでお供え物を持って、まあ、その祠の入り口まで行ったと。その後のことは分からないし、まあ、親も結局立ち入り禁止の理由は知ってなくて、まあ、そのタブーをした後に髪の毛が見えてたから、まあ、取り払う努力をしてくれただけなんで、何が起きてたかは知らないと。だけどやっぱ気になるのが、なんで友達ぶっ壊したのかなって。そうだよね、そうね。それを聞いたら全く分かんないんだけど、もう体が吸い寄せられたって言ったらしくて、だからもう意識はしてなかった、勝手にもう気づいたらぶっ壊してたので。うわ、結局詳細は分からないんですが、うん、僕は友達が嘘ついているようには思えませんというお話でした。うわ、まあ、でもそういう場所でさ、そんな急にバーンって破壊するの絶対しないよね。うん、正常じゃ ないんだよそれ多分。まあ完全に乗り移られてる系だよね。うん、山にはやっぱ神が宿るとか言われてるから、やっぱなんか本当に壊しちゃいけないものに関してはこういう話がちらほら聞くんだよね。チャイムなんだけどどうなってたんだろう、どうなってたって話だよね。逆にチャイムでなんで溶けたんだろうね。うん、相性とかの問題なのかもしれないし、いろんな不思議な点が残るじゃん。なんとこの山まだあるそうです。じゃあその立ち禁のね場所もあるのか。この場所行ってみて、いや、もう行きたくねえ、そんなとこ。なんならもう家から白装束の5人ぐらいが見えてた時点でもう多分その人誘われてたじゃないかな。なるほどね、普通見えないでしょ。だってね、後にも先にも白装束見てないんだったらそういうことかも。ながら本日ここまでとなります。いやーいい質じゃ。ねー、基本的に続行は外れ全くないので。そうだね、でも当たり会しかないんでね、皆さんにもお楽しみいただけたと思います。はい、はい、最初に言った通り、切り抜きガンガンよろしくお願いしますっていうのと、メールは続行の話だけにしてください。その辺も含めてよろしくお願いします。お願いします。でまだまだね、続行はガンガン見たいよって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の続行でお会いしましょう。じゃ次もこうやってやってみて、大輝こうやってやってみて、こうやってやってみて、バカゲ取ったけど、えぞどこ、たつき、だからたつきか大輝なのかなと思ったけど、全く君たちより動かない、その辺。あ、前で、ね、前もう障害光当たってねえからね。おい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 、釣りいたけど立ち入り禁止の方でしょうか。